分子コーラム感想速報。最新747話おかしらな伝言感想速報。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。今回は最新747話おかしらな伝言感想速報について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なおこちら本誌ネタですので単行本派の方はご注意くださいね。長軍大将李牧の首をめくり、多くの兵が命を散らしていく最終決戦。現状両軍本体による乱戦は双方の力が拮抗している状態ですが、この戦場のすぐ近くには両軍の均衡を崩し得る部隊が迫っていました。大将同士が直接相対するこの戦いは果たしてどのような結末を迎えるのでしょうか。考察へのご意見ご感想などをぜひコメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら動画下からチャンネル登録と高評価をお願いします。1. 援軍の接近。747話の冒頭では城下友軍が退去して乱戦地帯の近くまで迫っていました。少し前の動画で李信が目にした軍勢は長軍の位置関係から城下流軍が本命であると考察しましたが、どうやら無事に的中させられたようで一安心です。ちなみに彼らの中には鬼神隊との戦闘でガロと戦っていた雲元の姿もありましたので、ガロは李信を先に進ませた後彼を討ち取ることができなかったようですね。とはいえこれで鬼神隊と城下流軍は共に将を1名撃たれ合った構図になりますから、彼らは今後互いのことを旧敵と認識し、仇討ちに火花を散らしそうですよね。そして、李牧の元へ向かう道中、城下流軍は反対側から迫り来る琥珀行軍を発見します。彼らは両軍とも大規模な部隊のようですから、二軍が揃って李牧の元に現れてしまうと、李牧軍と漢騎軍による戦いの趨勢が一気に決してしまいかねません。ここまで来ると、そろそろ義安戦の終焉が見えてきましたね。2. マロンの迷い。一方、李牧軍と漢騎軍の乱戦地帯からやや離れた場所では、なんと、あのマロンが自ら剣を握り、必死に敵を撃破していました。いつも後方式に徹し、大参謀を気取る彼には、武力などなさそうなイメージが強いですが、彼は公式設定上、79という、将軍君よりも高い武力を持っていますので、相手が武将ならともかく、増強程度であれば、難なく倒せる実力を持っているようですね。とはいえマロンの部隊は下兵である上に特別な指令を受けているわけでもないらしく、マロンの部下は敵の大増援が到着しつつある今の状況で自分たちはどう動くべきなのか頭を悩ませている模様。当のマロンも自分たちを離れた場所に配置した歓喜の意図を都合よく解釈していましたから、ここでいよいよマロンのお家芸とも言える彼の裏切り行為を見られるのかもと、変な期待を抱いてしまいましたが、なんとマロンは、歓喜との思い出を回想した後、歓喜の命令を無視してでも、彼の元に駆けつけることを決断しました。どうやら彼は、歓喜の部下としてではなく、古くからの仲間として、歓喜と最後を共にする決意を固めたようですね。マロンがこれほどまでに歓喜のことを大切に思っていたのは、少し意外でしたが、だったらなおさら、胡蝶戦で歓喜軍が敗北しかけた時にも、逃げずに踏みとどまって欲しかったですよね。3. 荻子の伝令。マロンが歓喜の増援に向かおうと、部下に方針を伝えかけた、その時、荻子と彼の部下が、敵を押し抜けながら、マロンの元に駆けつけました。荻子によると、彼も奇襲前の時点で、歓喜とは離れた場所に配置されており、同時に、作戦開始後にマロンを探し出して、彼に伝言を届けるよう、指令を受けていた模様。荻子、ライドにはさん付けだったのに、マロンのことは呼び捨てなのですね。そして、歓喜からの伝言を聞かされたマロンは、話を飲み込めず、呆然とした後、目に涙を浮かべて、伝言に間違いはないのか、と、荻子に問いかけます。歓喜が荻子を使い、劣勢の友軍に伝言を届けさせる展開は、どうしても、胡蝶戦の時に行われた、ライドへの交代命令が頭をよぎりますよね。ただし、今回の荻子のお使い内容は、マロンへの伝令だけではないらしく、今度は、李信にも歓喜からの伝言を伝えるべく、馬を走らせる模様。歓喜がこの状況で、荻子を使ってまで李信に届けたい伝言というのは、一体何なのでしょうか。4. 思いの力。その頃、
最大の激戦区である乱戦地帯では、敵の接近に焦る漢騎軍が攻勢を強めたことで、戦闘が一層激化していました。長軍側は馬封じを中心に、命を捨ててでも李牧を守らん、と、ますます士気を高めており、その気迫と粘り強さで、対峙する国王を動揺させていましたね。馬封じは、思いの力が強さに直結するのであれば、敬愛する主を守る側である、自分たちの方が強いのは必定だ、と述べた上で、漢騎軍の敗因は、自分たちの思いの力を見誤ったことにある、と主張します。実際キングダムでは、大将を守るために、実力以上の力を発揮する軍は珍しくありません。漢騎軍はこれまで、敵がその力を発揮する前に戦を決していたため、思いの力を発揮した敵の粘り強さを、直に味わう機会がなかった可能性が高く、それゆえに国王たちは、追い詰められた長軍の手強さに戦慄しているのでしょうね。ここは素直に、馬封じや岩門兵の奮闘ぶりを称えたいところではありますが、よくよく考えると、陣頭指揮を取っている馬封じは、まだ5000人称でしたよね。強敵、林玉の相手をしているとはいえ、ここは本来、将軍である不定が、同様の啖呵を切るべきだったのでは。5. 援軍の到着。馬封じが見栄を切った後も、両軍の主力を尽くす戦いは続いていましたが、今まで蹄の音しか聞こえなかった、長軍側の増援部隊が、肉眼でも確認できる距離まで迫っていました。戦力差を考えると、漢騎軍としては、接近中の敵増援が到着してしまった時点で、自分たちの勝ち目がなくなるわけですから、彼らが敵援軍の姿を見て焦燥に駆られるのも、無理はありませんよね。しかし、もはや今の漢騎軍に、岩門兵たちの守りを突破する余力はなく、ついに、琥珀光軍と城下流軍の救援部隊は、彼らの元へ到着してしまいました。6. 今週の注目ポイント。今週、私が気になったポイントは、この後の漢騎の行動です。長軍側に大規模な増援が到着した今、もはや漢騎軍には、李牧を撃つ術が完全になくなった、と言わざるを得ません。また、荻子とマロンの動向が明らかになった以上、漢騎がまだ秘策を隠している、という可能性も、ついえてしまったように思えます。とはいえ、彼がこのまま何もせず、黙って長軍に撃たれる展開になるとは、いまいち考えにくいですよね。ここからの漢騎の行動については、後日、深掘りして考察したいと思います。数々のドラマが描かれたギアー戦の幕が、どのように下ろされるのか、次回の展開も、しっかりと見守りたいところです。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。